the freedom of expression。 はい、今週も始まりました、 The Freedom of Expression。 まあ先週に引き続きなんですけども、はい、田辺さん、はい、匠に、はい、また今週も来ていただいてますけども、はい、ちょっと前回、そうっすね、ちょっとね、ここの環境の中でこう投げた、はいはいはい、ちょっとまあちょっと悔いが残る、そうっすね、ピック投げなんですけども、当たっちゃいましたもんね、カオルさん多分。そうなんですよね、俺ね、これ、うん、これ下から投げるんですよ、俺。お、なるほど。だからちょっとやっぱ上行っちゃうんですよね。なるほど、ね、なるほど。田崎さんもちょっとこうやっぱこう横から行くじゃないですか、うんうんうん、またまあこうちょっと行くんですけど、うんうんうん、俺下から行くんで、それのコントロールをこう、これやっぱ下から派とか横から派とかあるんですかね。あるんじゃないですかね、うん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 、俺はね、なんかみんなこれだから横から投げるのが多分普通ですかね、これがオーバースローみたいな感じですよね、うん、まあ、その方が投げてる感じ分かるじゃないですか、うんうん、俺下からこうやってピッて投げるんで、うん、あの後ろの方の人見えてないんですよ、投げてるの。だから僕なんかポッて投げてもみんなみたいな投げたけどみたいな飛んできたことに気づかない気づいてないっていう。だから川原さん、こう隠しながら投げるときありません、こう。あ、そんなことやるんですか。あ、なんかまあなんかやったりもするんです。結構やってますよ。てか前回のやつが久々よ、投げた。13年ぶりに投げました。俺も久々に投げたんでね。うん、2年ぶりに。ちょっとあの一個だけ教えてほしいんですけど、どうやって飛ぶんですか。これちょっと競技として。なんかフリスビーとかこう投げるんですか。こうフリスビーとかこう投げる。ああ、まあでもスナップみたいなもんじゃないですか。スナップ。こう離す瞬間ひょってこう。振ってみたいな。おー、そんな大きくないんだよね、これ。いや、でもフリスビー近いかもしれないですね。わかんないですけど、うん、フリスビー遠く飛ばす感じ。なるほど、なるほど。あんま力必要ないと思います。力は必要ない、うん、あ、じゃあもう気楽に、うん、と思いますけどね。よっしゃ、やりましょう。で、2回戦、2回戦、2回戦。あれ、これ放送っていつでしたっけ。これ2月じゃないですか。2月の17? 2月の17って。あ、マジですか。あれあれバースデーじゃないですか、これ。マジですか、はい、これ2月17ですか。はい、なんでちょっとやっぱここは投げる際にカオルさんへのちょっと感謝メッセージみたいなものを僕と匠さんで投げさせていただければなと。はい、わ、はいはいはい、かりました。これでカオルさんを照れさせて、あの力を落とさせるという。じゃあやりましょう、はい、この一言を言ってないけど、はい、じゃあ行きましょう。じゃあカオルさんに向けて、はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。僕とジョーさんがいつもやりたい放題やっているのに許してくれてありがとうございます。いつまでも俺たちのリーダーでいてください。お、さっきより飛んだじゃないですか。飛んだ、やった。これ10メートルくらいいったかな。お、8m27。 よっしゃ、でも結構飛びましたね。結構今まで感謝パワーが1位っすね、はい、ちなみにここの壁まで 13m ちょっとあるみたいなんで。へえ、匠さんとカオルさんに届きそうだな、これは。分かんない、ね、いやいや、でもコントロールまた、うん、コントロールっすよね。難しいんで、もうなんかプロの領域するのコントロールとかで、なんかもう。じゃあ次匠さんお願いします、はいはい。カオルさん、いつもありがとうございます。これなんか、照れさせるとか。ありがとうございます。はい、はい、お願いします。おめでとうございますということで、じゃあカオルさん、これからも素敵な兄貴で居続けてください。ありがとうございます。おめでとうございます。あ、やった。よっしゃ、やったやったやったぞ。ちょっとメッセージに力入れすぎた。メッセージに肩力入っちゃった。やったぞ。さっきより記録落ちた。4m5。ダメ、ちょっとダメでしたね。やっぱちょっと恥ずかしいさね。僕は助走がないとダメだったわ。あ、なるほどね。僕は、はい、よっしゃ。俺別に何も言わなくていいですよね、じゃあね。あ、みんなありがとうございましたみたいなんでいいですか。いや、もうそれはメッセージ待ってるじゃないですか、やっぱファンの方見てる。おめでとうおめでとうって言ってますから、それに応えてこう。ああ、はい、どうしていきたいか。どうしていきたいか。どうしていきたいか。いや、それはね、この番組ともども皆さんありがとうございますということで、これからもよろしくお願いします。
いいっすか、じゃあ行って、はい、普通に投げちゃいますよ、はい、ちょっと待てよちょっと待てよ、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、行きますよ、はい、あ、またなんか、お、今度も当たってもらったな、ここから天井当たった、いや、でもすごっ、うわ、え、え10メーター10、うわ、すげえ、どこ当たりました、なんか天井当たっちゃったっすね、いや、これ13メートル絶対飛んでますよ、カールさん、うん、でも距離的には匠がそこの壁に当てたんで、あ、そうか、本当は匠が一番飛んでますよねなるほど、幻の金メダリスト、まあそうですね、もだから次もっとなんかこう外とか ね、あ、でも外だとね風が吹いちゃうんですよね、あ、なるほど、それはそうですね、それもまあ考えつつ、そうですね、ちょっともう一回だけ飛ばしません、え、もう一回だけやりたがりっすねちょっと調子がね、いや、だから尺的にもちょっとあるかなと、まあ、3回目の正直ってことですか、そうそうそう、じゃあ行きましょうよ、はい、じゃあ行きましょう、行きましょう、でもここからで選びましょうか、はい、もうパッパッパッと、うん、じゃあもうこれは、目黒爆音の時のこれは俺のやつですね、カオルさんのキャラクターのやつです、はい、では行きます、なんかね、こうだな、あ、じゃ、ダメだ、全然ダメだ全然ダメだ全然ダメだやっぱ投げ慣れてないから、4m60、あ、なんかこう回転してないんですよね、なんか回転してるイメージあるんですよ、なんかやっぱね、うん、そうそう、くる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 みたいな、うん、そうですね、うん、回転した方がいいんですよね、うん、じゃあ次は匠さん、はい、お願いします、じゃあ、まあ、変わらずこのスケキ用の黒いピックで、はい、いきたいと思います、はい、いやこれ何も言わなくていいんですよね、もうこれ言わなくて、これもうガチのガチです、ね、男同士のあーしゃー、タイマン勝負です、これ、よし、いきます、おうわ、すごっこれね、これまた新しい、あの、あれやな、このちょっとフローリングの場所を狙ってシューって行かすっていう、ビリヤード的な感じですよね、これは、うまい、12m40、ここでついにリーダー声が出ました、 12m40 来たな、これこれは来たな、これ、ここそうだから、こっち絨毯じゃないですか、うんうんうん、ここちょっとフローリングになってんで、うんうん、そこ滑らすとあそこまで行っちゃうってなるほど、でもそれだとダメなんじゃないですか、だから今のはその転がってったんで、ね、ついたところってことでしょ、めっちゃ兄貴こだわるやん兄貴めっちゃこだわるやんすごい勝負、まあちょっとじゃあね、これじゃあ一応ちょっとじゃあね、会議にしましょう、これ、あの、じゃあ俺、じゃあ行きますよ、はい、違うピック、今俺いつものピック、こうテアドロップってこうちょっとこう、うん、引くとこだか一箇所だけ尖ってるやつなんですけど、うん、まあそれでしか投げたことないんですけど、うん、ちょっとこのおにぎり型っていうんですけど、こっち側で、まあ、これ台のピックです、はいはい、ちょっとこれ多分ね飛ぶと思いますよ、おめっちゃ自信満々わかんないけど、投げたことない、投げたことあるんですけど、これちょっと飛ぶじゃないですかね、ここいきますよ、はい、おあああどこだ、扉の下いったんちゃうかこれうわすげえ12m95、 お、匠がいくつでしたっけ、匠さんが 10m40、 お、ギリ勝ちましたねこれ勝ってなかったらもう一回やろうって言ってましたね、いや、俺一回も言ってないじゃないですかいや、これでも面白いですね、ちょっと、うん、ちょっと競技化して、ほらちょっと場所によるっていうところが、まあね、場所を読んで、そこを、まあ、そう場所を読まないとダメってことね、これ他の、ね、いや、これ見て、うん、ちょっと参加したいっていう、あの、一応まあプロ の、ね、ギタリストはだってベーシストの方で、まあプロというか、まあなんかこうよくわかんない人が言われてもちょっとわかんないですけど、あの、言ってもらえれば、お、じゃあ挑戦者待ちましょうよ、ぜひぜひ、はい、
まあ、挑戦者、俺らに挑戦するのっていうのが、まあ、いっぱいね、人が来たらそれで競い合っても面白いしね。あ、そうですね、トーナメントみたいな、ね、ベストピック飛ばしギタリスト誰だ、うん、みたいな、我ぞという人、そうそう、ぜひ、はい、あのご連絡ください、はいはい、ライバルみたいないますか、飛びそうなやつ、はい、例えばそのディルの中でこいつには勝てるかどうか、ディルだったら誰も負けないじゃないですかでもね、あのうちの深夜もね、一時期ピック作ってね投げてたんですよ。へえ、なんか分かんないですけど、スティックだとそんなになんか、あ、そうか、ピックなんかポン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 ライブになって投げてますよ、うんうんうん、なんか深夜さん意外とうまそうですよね、隠れこう投げそうみたいな、うん、でもこういうこと言っちゃうと、うん、隠れて練習してるやつだと思うんで誘わないっていうやつ、なんでなんでめっちゃ今かけてこうやってます、こそれんやってますよ、こうやってそうそうピックをこうあれに持ち替えて、そうですね、はい、だからまあディルだと多分俺が一番じゃないですかね、なるほどということでね、はい、はい、ということで、はい、まあ興味のある方はご連絡ください、今週はこれで終わりたいと思います、たくみありがとうございました、ありがとうございました、また。